はい皆さん、はい、あれ今ちょっと待ってジングルが鳴らなかったんです。鳴らなかったですか。もう一回行きましょう、はいはい、お願いします。行きます。あれ音がやっぱ鳴らないちょっと待ってよ、はい、アイロー&タカの強気でアタックフォローよろしく。はい、アイロー&高菜強気でアタック、あらよろしくの時間がやってきました。なんか時差があるんですか。いろいろね、ボリュームが下がってたりですね、うん、やっぱ海外行き過ぎたから1週間でもうブランクがあるんですね、うん、もうあるんですね、これやっぱ、はい、あるんですよね。今日もやってきましたけどね、はい、先週はね僕が台湾に行っておりまし、うん、そうでしたね。仕事でねちょっといろあの撮影で、ね、これも仕事だよって言いました先週僕、うん、仕事の大きさがありますから、ね、はい、わおこれやばいよね、はいはいはい、まあ、先週はタカ一人でね、そうですね、ちょっと2回目 YouTube で僕ね、あ見たんですけども、出てました、出てました、僕曲いっぱいかけてましたね、はいでもやけに曲が流れる音楽番組だなと思って、あれ結構好評でした誰に対して曲たくさん聴けるって好評でした、うん、誰に対して、誰から僕の奥さんからで喋るなってことですか。いや音楽番組っぽいなって感じでね。あなるほど、うんうん、だからとりあえずまあね、あのよっちゃん、うん、マネージャーのよっちゃんにやってもらったんだけど、はい、うん、話に詰まったらすぐ曲行こうっていう打ち合わせしてで何曲流したの。え結構流した、7、8曲流したんじゃないかな。 7回も詰まっちゃったの。詰まっちゃったもう前半の30分ぐらいで話すこと全部喋ったっけど。まあね、チャギアスライブのね、はいはい、あ ウルトラコピーフェスのね、そうあの話もすぐ終わっちゃいましたけどね、うん、ちょっとしましたね、うん、だからもう今日は、はい、あれとまだしてないから、はいはいはい、今週しないと。ほらそうね、うん、感想また5月にもね、はい、今日先ほどね、うん、アップしましたけども、うん、SNS でね、はい、5月の27日に、まあうん、チャギアスカバーライブやるということで、はい、その辺の話も後でね、うん、したいなと思いますけども、今日はちょっとチェックかぶりだなこれ。あそうですね、はいはい、別に合わせたわけじゃないですけどね。どうですか、はい、最近は走ってますか。あ今日走りました。今日仕事休みだったんで、うんうんうん、朝走ってきて、まあ、30分ぐらいね、うん、やっぱり汗かくといいですね、うんうん、どうなんですか、あの頻度的に言うと、うん、週に1回ぐらいは走る。お休みの日はもう走るようにしてるんですけど、うん、で最近ね前も話したけどあの腰が痛かったから、うん、でちょっともう腰も良くなってきたし、うん、でも今ちょっと足に、うん、あの魚の目っていうの、うん、あれがめっちゃ痛いわけよ。魚の目ってどんなやつ。これなんかなんだろう、どういう状あれで出るわけ。俺今回は、まあ、今回っていうか初めてできたんだけど、うんうんうん、とにかくもう普通に歩くこと自体も痛いわ。豆みたいな感じで、でこれ本当にこう病院に行って取らないとダメらしいわけさ、うん、ちゃんと、うん、で今お金ないからさいや働いしゃあっただってこれ痛いわこれで。俺2つぐらい正社員でしょ。ちょっと待ってよ、2つ、右足に2つできて、うん、で左足に1つできてるわけよ。お金持ってない人ができるわけこれ。なんでよちゃんと働いてる人ができる。これ忙しい人歩きそうそう歩きすぎてね、正社員が正社員ができる。いや意味わからんでなんか俺の奥さんもこれできたことがあるらしくて、うん、でその時にねあの自分なんかとっても足が痛くて魚の目ができて、うん、もうとっても毎日痛いってばって俺に言ったらしいの。俺全く覚えてなくて、うんうん、でその時のことまた話するわけ。俺が痛いって話してるのに、あの時全然さ、うん、心配しなかったのにみたいな。にしてもうだから俺はそういうこと言ってるんじゃなくて今俺は痛いわけよわかる。だからやっぱ常々まあね、うん、お互いそうですけどね、うん、常々やっぱり親身になるっていう、ね、そうまあ大事だね確かに ね確かに空返事はいかんよという、まあ確かにね、これはもうね、俺だから今痛いっていうアピールしてるのになぜか怒られるっていうね、うん、いやだからこれやめてほしいな。仕返しでしょ。仕返し仕返し、まあ仕返しだろう ねそっちも悪いわけでしょ。まあまあそういうことですよ。あの時そういう態度を取った俺全く覚えてないけど、だからそのまま帰ってきたわけ。魚の目って初めて俺の中でこう聞いた言葉だったんだけど、うん、もうすでに前に聞いてたらしい俺。なるほど、うん、それぐらい、うん、嫁に対して興味を示さなかった。いや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 、その時は多分嫁じゃなかったかもしれないまだいやいやいや。彼女だったかもしれないから。何にしても一緒一緒か。はい、そういうことでね。はい、まあやっぱり身内、うん、友達、家族、はい、大事にしていこうという、そうですね、そういう、今日ね、タカからのね、もう
言葉が名言が生まれましたけどもね。はい、はい、そういうことで今日はですね、うん、今日も松藤の提供で、そうですね、お肉の専門店松藤の提供で、はい、お届けしたいなと思っておりますけど、そうですね、何か聞きたいこと、もう前はね、確かこれ行ってみたいところで募集したさ、うん、あ、そうですね、実際に行ってよかったところとかもなんか、うん、あったら聞いてみたいですね。 やっぱり台湾2週続けてね、まあ、たまたま2週続けて行ったんですけど、ね、うん、やっぱちょっと被ったりもした、行ったところ。あ、被りますか。あ、やっぱ被るんだ。でもやっぱり面白い。お、近い国でこんなにね、うん、まあ、近い食べ物とかもなんかちゃんゴーヤーとかも食べるしね。ゴーヤーもあるわけ。近い部分もあるんですよ、うん、でもやっぱりどっちかというとやっぱ中国の、うん、中国からの文化なので、うん、まあ、中国語ね、あのが通じるし、うん、やっぱ中国なんですよ。でも中国の人とは違う、うん、中国の人ってなんか声が大きくてとかさ、うんうん、ちょっと雑とかね、うん、あるけど、台湾の人はね、うん、声もちっちゃいし、うん、あのすごい親切だわけ。なんかね、似てるようで違う、はい、そしてすごいこの日本人を日本人びいきというかね、うん、あのとても温かい人たちなんでね、うんうん、その辺とってでもね、あのいい国だなと思いましたね、うん、気候はどうなんですか。今寒い、あ、暑いの。気候はね、あの沖縄と近いですね、うん、沖縄より暑いですね。暑いんだ、うん、でね、チャゲアスで言うとさ、はい、チャゲアスのライブ、うん、台湾ライブ、うん、多分ね、そっちも見たと思うんですよ。その、あ、はいはい、あ、そっか、あのホーリーチンザイライっていう歌をね、うんうんうん、歌ったライブ、あ、はいはいはい、あ、すごい盛り上がったでしょ、うん、あれ台湾タゲアス大好きなんだよね。そう、うん、ね、結構ところバラードとかさ、そういった曲が受け入れられやすいのかな。で結構その日本のドラマとかも、はい、そのまま日本 その歌を流したりとか、うんうん、だからセイエスとか101回目のプロポーズも、はいはいはい、あの向こうの言葉でというよりもそのまま歌は日本の、うん、はいはい、そのまま訳、なんだろう、その言葉だけ、うん、訳が入りますけども、うんうんうん、そのまま日本の歌を流したりしてるので。ちょっと待ってくれ、アイロさん、もしかしたらできるんじゃない、うん、台湾で。え、何がですか。え、カバーライブ。カバーライブ。いや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 、どうですかね。沖縄でこういうことやってますみたいな。今だからチャゲアスね、うん、あれはもうだいたい20年ぐらい前ですけど、そうそうだね、今どうなってるかというね。でもいっぱいいそうだけどね、今でもファンは、うん、いてもおかしくない、うんうん、だからなんかね、近いし1時間で行けるし、うん、また安いし、うん、あ、非常にいいじゃん、いいじゃん。いやいや、でも向こうでライブやるにしても安い価格だと思いますよ、うん、ああ、お金設定かな。まあ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 、赤字だと思いますから、ね、赤字、うん、でも行ってみたい、ね、なんかね、まあ、確かに挑戦してみたいでありますけども、はい、はい、うん、そういうことでまたね、台湾の話、チャゲアスのウルトラコピーフェスの話とか、はい、していきたいなと思ってますので、今日も一つよろしくお願いします。メール、はい、メールもお待ちしております。はい、メールアドレスは、アドレスは780、数字ですね、780@fmnaha.jp、 すべて小文字です、780@fmnaha.jp までお願いします。はい、そしてですね、YouTube では過去の放送を、ね、遡ってすべて、はい、見れますのでね、うん、なんか気になるなという方いましたら、うん、今日の放送を聞いてね、過去の放送も聞いてみたいなという方は、はい、ぜひ YouTube でね、うん、アイロー&タカの強気でアタックを検索してみてください。はい、そしてユーストリームでは、ユーストリームとですね、うん、ツイキャスでは、はい、動画で見れます、うん、今この我々がスタジオで喋ってる様子が見れますし、はい、コメントもね、そうそう、今タカが手振ってますけどもね、コメントもしやすいですからね、うんうん、はい、確かに、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは、この番組はお肉の専門店松藤の提供でお届けします。種類の多さと値段の安さと品質の良さに自信があります。マランバシ交差点よりみや方面右手、お肉の専門店松藤、松藤。アイロー&タカの強気でアタック、フォローよろしく。はい、アイロー&タカの強気でアタック、フォローよろしく。はい、生放送でお届けしておりますけどもね、はい、じゃあタカ早速ですけども、はいはい、松藤のね、はい、もうタカ正社員ですから、はい
しっかりと、はいはいね、この番組のスポンサーでもあり、はい、タカの職場でもあります。そうですね、松藤から美味しいお肉の情報をよろしくお願いします。はい、今ですね4月から新生活超強気でアタックセールっていうのが始まってるんですよ。これもう、もうそのまま引用してますから。あら、この番組も利用していただいて、まあ、はい、はい、超ってつけてますからね、うんうん、超強気でアタックセールということで、うん、まあ、4月2日から15日までの、特売を、読み上げていきたいなと思っています。カナダ産の三元豚ですね、うん、赤身肉がグーヤヌジー、これが59円ですね、100g。 グーヤヌジー確か首の、え、これね、あの腕肉なんですよ。腕肉なんですよ、うん、で、まあこれがかなり安くね、 100g59円になっています。そして沖縄県産黒毛和牛筋煮込みが、うん、黒毛和牛やるさん、牛筋、そうそう、牛筋が 100g99円。前アロさん買ったやつは、あれ、オーストラリア産だっけ。沖縄県産の黒毛和牛筋が今99円なわけ、うん、ってことはキロ当たりでいうと1000円ぐらいか。そう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 、すごくない、これ。じゃあ後で買いに行こうかな。これすごいよマジで、めっちゃ安 い、ね、で沖縄県産のマーサン印豚ロース、スライスとんかつが 100g108円、うん、で国産の鶏せせりが 100g99円、でアメリカ産穀物肥育牛牛バラ切り落としが 100g99円、でスペイン産豚バラスライスが 100g69円、うん、それで外国産の牛肉角切りカレー煮込み用が 100g89円、そして宮崎県産の若鶏桜姫胸 100g46円、うん、でアメリカ産の穀物肥育牛サーロインステーキが 100g198円、うん、俺ね昨日これさ、あの食べたわけ実際に、うんうん、ちょっとどんな味するのかなと思って、サーロインステーキをね、松藤でちょっと焼いて、めっちゃ柔らかくて、これやばかった、これ、これ俺今まで食べた肉で本当一番美味しいんじゃないかっていうぐらい美味しかった。それが何、いくら、これ 100g198円、これめっちゃ美味しかった。で買いたかったんだけどさ、うん、お金がなかったあんた何のために働いてんの一体だいたい1日1000円ぐらいしかもらえないから1日じゃないな3日に1回ぐらいね、うん、で弁当代でもらってるからね、うん、であと沖縄県産の黒毛和牛ロース焼肉用が 100g480円、うん、で月間、これまたすごいの、月間特売っていうのがあって、うん、これアグー豚ね、うん、赤身切り落としアグー豚が 100g89円、うん、そしてポーランド産の牛肩ロースステーキが 100g138円、それデンマーク産牛下がり焼肉用、これが 100g148円となっております、うん、ちょっと待って、カレー用のやつ何だったっけあれ、これ、うん、これがね、外国産の牛肉角切りカレー煮込み用ね、角切りカレー煮込み用、これが 100g89円、いいですね、これもう絶対美味しいと思う。 100g いくら、89円、89円 OK、うん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 、ちょっと使ってはやろうさ、もう結構今安いよ、い県産牛筋もちょっとこれかなり今だよ、もうだよね、うん、これだから、これさ、結構在庫がそんなにないから数量限定だわけ、うん、はい、じゃあちょっと後で買いに行こう、俺の分も買ってよ、なんでお前の分買うんだっけ助けてよ俺をもらえないの、俺も食べたい、まずスタッフももらえないいやスタッフも買うのいや、じゃあ割引効くでしょ少しは。まあちょっとそういうこともあるかもしれんけど、ちょっとポケットに忍ばすとかできないの、あー泥棒ねね、やりたいな、いやいや、だめだめ、うん、ね、まあでもちょっとお得な、はい、本当に今回、まあ俺が気になったのは、うん、カレー用の、なんで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 、ちょっとカレー作りたいの、作りたい、俺は美味しいカレーをね作りたい、はいはい、でこれ本当にいろんなバラ肉とか、うん、もも肉とかいろいろ混ざってるから、うん、結構お得なんですよ、うんうん、ぜひぜひ、はい、ちょっとさ俺考えてんのは、うん、本当にお昼、うん、今夜でしょ、はいはい、やっぱお昼に天候いずれね、うん、いずれよいずれ、うんうん、美味しいそのカレーとかさ、はいはい、できるようになったらさ、うん、もうなんちゅうの注文来たらすぐ、まあ、カレーはねご飯入れてかけるだけじゃん、うんうん、やっぱりそういうものを、うん、居酒屋だとねお腹いっぱいになって、うん、お酒の邪魔になっちゃうでしょどうしても、あカレーはね、そうまあまあまあ確かに、だからやっぱり居酒屋っていうとどっちかというと酒のつまみという、うん、つまみだね、酒のあて、うんうん、だから、うん、酒を飲みたくなるものを作らないといけないわけ、うん、はいはいはい、本当はだからチャーハンも向かないんです居酒屋は、ね、あまあね、でもだからそういうチャーハン含め、うん、カレーとか、うん、何か、お腹を満たすもの、うんうん、そしてすぐに出せるもの、うん、
となったらやっぱりね、俺カレー好きだから、カレー好きでしょやっぱり。カレー嫌いっていう、どんなカレー食べてもやっぱ美味しいよね。そうで、やっぱりあのおしゃれなカレーというよりは、うん、なんだろう、この裏切らないカレーというか、あー知ってる味、うん、あのまあまあ分かる分かるよね。食堂のカレーとかの方がさ、うん、あのカレー屋さんよりは、うん、カレー専門店より、うん、どっちかっていうと食堂のカレーの方が好きじゃない、まあ、俺ね、あの黄色いカレーが結構好きで、うん、あ黄色いカレーか。でもまあそれもまあ好き嫌いあるさ、まあまあまあ、うんうん、すごい好きだけど俺。どうですか、あのじゃがいもがあった方がいいですか。あった方がいい俺。あの具は大きい方がいいか。大きい方がいい。もうゴロゴロした方がいい俺。俺は割とその四角くこういうね、うん、あのサイコロステーキよりちょっとちっちゃめの人参とか、人参もでっかい方がいい、うんうん、もう本当に大きい方がいい。僕はなんか食べ応えがあるっていうか。あ、そうなんだ、うんうん、まあ人それぞれなんですけど、うんうん、やっぱり具があって、うん、なんか中にはさ、うん、煮込みすぎてもう具がないぐらいの、はいはいはい、ありますね、溶けてるやつがあるじゃん、うんうんうん、俺はあんまりなんですよあれはね、うん、やっぱり具がある方がいいし、うん、そういうものをなんか、うん、なんていうの、最高最強のね、うん、レシピを考えて出したいな。チャーハンはどうなった。チャーハンもね、うん、今ある程度いけてるんですよ。もうクリアした。もういけてる。もうね絶対してないだろ。いやいや本当にチャーハンもねもうバッチリ。あ本当にあのできてます。飽きた。歌も作ったな。昨日も作ったし、一昨日も、うんうん、一昨日も作ったし。でなんかいろんななんていうの、あなんか見たけど、なんだっけ、セロリチャーハンだっけ、なんだっけ、なんかねやっぱりなんか作ってみようかなみたいな。その旬の、うん、今だからセロリが旬なんで。あそうなんだ。なんかそういうものもその時々のね、うん、その時々の旬なものを使いたいなっていうのもありますし、でも基本はね変わらないですよ、うんうんうん、だからそういうのもね、うん、使っていきたいので、今みたいな、はい、そのやっぱりね、カレーに使うお肉とか、うん、牛筋のね、うんうん、ものとか使いたいですね、はいはい、ぜひぜひ、うん、もう美味しく仕上げてみて。だからあれですよ、そのね松氏の隣が空いたらね、うん、教えて。どういうこと。あ、うん、そこに。そうそう、そこで、その横で。ああ、それ面白いかもしれないね。松氏のお肉を使って、はいはいはい、お店をやりますよ。邪魔だけはしないでね。営業妨害だけはしないでね。なんかまずいとかだったらさ、俺たちの肉とかもね、ちょっとえ、まずかったですか。松氏に言ってください。言いそう、この人。めっちゃ言いそう。あ、ね、メール来てますよ、あのさん。はい、さあ、相高さん、はい、帰ってきた湘南ヤージーです。あー、ヤージー、アイローさん、お帰りなさい、うん、高さん、松氏お邪魔しましたねと来たんですよ、うん、あら、来てくれたんですよ。来てくれた。沖縄に帰ってきててね。何か通った。で、もうそうそう、全部安くてびっくり、はい、元気そうでよかったです。アグー豚食べましたよ、うん、美味しかった、また行きますね。はい、よかった。もうラジオにこうやってコメント、もう先週ね、僕一人でやった時に来て、うん、ラジオにコメント、今から松氏行きますねって来て、うん、ですぐ来てくれたわけ。あ、先週来てくれた、うん、お奥さんと一緒に。どうだった、ヤージは。ヤージ相変わらず何も変わってなかったですね。何にも変わってない。見た目がね、見た目も、見た目が、うん、イントネーションも、もうそうそう、あのまんまでね、全然湘南ボーイじゃない。だからね、うん、なんで向こうにね、湘南でしょ。湘南に謝ってほしいね。中部に謝ってほしいね。はい、そういうことでね、松氏のね、はいはい、じゃあ、うん、素敵な情報をお届けしましたので、はい、皆さんぜひね、うん、まあラジオ聞きましたといえば何かあるわけじゃないかもしれないけども、うん、一応ね、はいはい、言ってください。言ってください。何かしらあるかもしれない、うん、あるかもしれない、はい、本当に、はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、なんかせっかくだからさ、松氏の中でもね、うん、ちょっと試食とかないの。あれ、あ、試食はまだやってないな。やってほしい。なんか、あ、なるほどね。ちょっとこういう、まあすでに繁盛してるから必要ないっていうあれかもしれないけど、うん、いやいや、でもやっぱりね、うんうん、美味しいお肉、はいはいはい、そのおすすめのお肉とか、うん、何かこれをこれ焼いてね、うん、スタッフが足りない。余裕ない。なるほどね。誰か、ね、バイトも募集しましょう。あ、じゃあ綾野さんじゃ焼けに来る。違う違う違う。え、お金払え、支払われます。あの友達さ、社長となんでよや。ねえ、何かしらね、はい、そういうのもやっていってほしいなと思います。まあそうです、ちょっと面白いかもしれない。確かにそれは、ね、バーベキューの予約はもう相変わらず。バーベキューはやっぱね来てますか。すごいですよ、うん、やっぱシーズンですね。ね、ゴールデンウィークどうなるんだろうって感じですね。ねえ、ちょっと、はい、だからバーベキューのお肉も使いたいしね、うん、松氏のね。あ、そうだ、あとね、うん、自分たちが前ライブやった時に、うん、まあ、自分たちの松氏焼肉蔵の釜から、はい、こうなんか剣みたいの
あげたじゃないですか、抽選会で。ああはいはいはい。でその蔵の鎌の方に来てくれたらしいんですよ。おあの1000円オフ券を持って、はいはいはい、でお客さんが来てくれて、あタカ来てたよっつって、うんうん、で3枚確かねプレゼントしたんですけど、はい、まだ松氏の方に来てないんですよね。松氏何枚プレゼントした？まあ2枚で蔵の鎌が1枚ね。あれあでまだ来てないんですよ、松氏の方に。お肉あの女の子が確かそうそう確かね3組とも女の子だっけ。あれおそらくそうなんだ。でまだ来てないからね、ぜひ来てほしいな、うん、まああれ有効期限がないから、うん、あーなるほど、まあまあいつでもいいんだろうな。有効期限設ければよかったのじゃな。まあちょっとそれもね、うん、確かにそうだね。一人知り合いなんで、うん、当たった人ね。あそうなの。伝えときます。その人行ってて、うんうんうん、お願いします。オッケーオッケー。じゃあ俺チケットもらってから、はい、じゃ あの買いに行く。 あそれ無効です。女の子はね本人が来てくれないと。はいお願いします。なるほどね、はい、オッケー。じゃあ曲かけましょうか、はい、何かね、はい、先週ねあの、うん、タカもかけてましたけど、その僕らのね元いた事務所の後輩、はい、まあ、キジムナという2人組でやってましたけども、うん、今ねソロ活動をしておりまして、うん、ケータというね、はいはい、キジムナの1人なんですけども、うん、その彼があの産声っていうのこれこの産声 CD の、はい、あのミニこれアルバムなの。ミニアルバムかな。ミニアルバムじゃない。ミニアルバム7曲入りの、うん、CD のタイトル産声の中からですね、うん、7曲目の東京というこれ、はい、キジムナ時代の曲ではあるんですけど、はいはいはい、この東京フィーチャリングリミックスっていうね、バージョンをちょっとお届けしたいなと、はい、おそらくねケータは多分その子供を生まれて、うんうん、そういったところから産声っていうタイトルつけてないかなって思うんですけど、楽曲も含めて、うんうん、その自分から生まれたということでね。そうそう、はい、はい、じゃあそれでは産声という曲を聴いてください。産声じゃないよ。東京何かに夢中で汗をかいてたあの頃、思えばなんであんなになりたいものがあったんだろう。
つでもまた少年に帰ろう。大丈夫、夢はきっといつでも捨ててしまえるけれど、それはきっと今日じゃない。大丈夫大丈夫、思ってるよりも僕ら歩いてきた道のりは続いてる。大丈夫、歩みはきっといつでも止めてしまう。はい、ケイタのね、はい、東京という曲をかけたつもりが、うん、少年という曲だから俺聞いたことないなと思ったけど、どういうで、あれ東京ってこんな音だったかなと思って、ね、はいはい、1曲目の少年という曲をね、はいはい、お届けしました。それではじゃあコマーシャルをお聞きください。種類の多さと値段の安さと品質の良さに自信があります。マランバシ交差点よりみや方面右手、お肉の専門店松藤松藤。アイロアンドタカの強気でアタックフォローよろしく。はい、アイロー&タカの強気でアタックフォローよろしくお届けしておりますよ。ちょっとね一回更新うん、ツイキャスをね、はい、今更新しますので、うん、ちょっとお待ちください、ね、僕ね、先週ね、うん、今年に入ってね、うん、まだ一回も曲歌ってないねって話になったんですよ、うん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 、でもう今日こそはね、うん、まあまあまあ来週絶対歌いますからって、うん、アイロさんも帰ってくるし、うん、絶対歌いますからって言ったんですけど、うん、もう今日来た瞬間に大谷歌ったね下手だな話の変え方下手。2試合連続大谷を打ったね。すごいな、うん、すごいはあ、うん、どうですか。いや本当23歳ですよ。あもうあそこまですごかったらさ、うん、言うことないよ。もうだからどうやったらさ、うん、ギター持ってこいギターもう歌わないっていう子もアピールしてるからこれ。だって今さ、うん、チャゲヤスのカバーバンドなんかいいわけだな。 T&A でしょ、はいはい、うん、ね、はい、チャゲヤスに入らないと今。え、どういうこと。 T&A にならない。もしかして5月いっぱいまで歌わないつもりねえ、嘘でしょ。今まだ4月始まったばかりよいや C じゃない。言わなきゃバレない。いやいやいや、そういうことじゃないね、いやいやまあね、はいはい、曲ってね、うん、そんなね無理に作るもんじゃないと思ういやいや無理に作ってね、分かる、これ無理にでも作ってじゃあさ聞いてもらうってことっていうのコーナーだから。チャレンジしたんですよ。何を。あのニンニク三昧。ああ、やったやった。とりあえずはあの歌詞作りにくいまず、うん、歌詞の、うん、じゃあ分かった、うん、歌詞から、はいはい、あなたから届いた歌詞。はい、もう俺どんな歌詞送ったかな。もう歌詞送ったことさえもなんか内容も覚えてないよ俺。歌詞でもじゃあせめてね、うん、取り上げましょう。あ、じゃあもうこれはもう何、うん、まあ、いわゆる一つのボツになりますか。じゃあ朗読しましょう。まずはい、はい、ニンニク三昧、うん、これタカが歌詞を考えましたけど、うん、その香り、うん、その形、うん、その味、うん、全てがパーフェクト。お、大好きさ。お、グッドモーニンニク朝から、グッドイーブニンニク晩まで、うん、夢中さニンニク三昧、なるほど、グッドモーニンニク朝から、なるほど、グッドイーブニンニク晩まで、うん、最高さニンニク万歳。あ、グッドモーニングとグッドモーニンニクをかけてるわけだこれ、うん、いやすごい なんかね高すごいないやいやあれなんですよ、うん、うん、さすがのアイロンもこっからね、うん、なんか
恋に行くのかなと思ってね、あ、はい、あ、恋に展開していくのかなと、うん、はい、ニンニクそのものの歌を別にいいさ、ね、分かった、最後に、うん、ラブニンニクって、いやだから結局ニンニクラブやし、ね、なんか何か例えてくるかなと思ったら一個も例えん、ね、ひねってない、いや、あなた全てひねればいいってもんでもないですよ、こういうパターンもあるってことで、いやいや、なんかね、うん、ニンニク三昧ですよ、だって、はいはいはい、タイトルが、はいはい、これは何かし、ね、はいはい、何かカーブを投げてくるかな、あ、なるほど、と思ったらもうね、うん、そのまま、はい、ニンニク投げつけてくるから、いや僕はもうニンニク受け止めて、ニンニクをこのちょそのまま皮も剥かずに投げてすりおろしたりもしないで、でもシンプルが一番ですよ、でもストレートが一番、うん、伝えるにはやっぱストレートが一番だから、うん、これあ、分かった、じゃあ酒どころなこの歌はどうしたの、あれさん、いやいや、だから、うん、作りますよ、あ、ただね、やっぱり、まあ、うん、もうちょっとね、うん、いや作りますよ、うん、あ、そうだね、そっちからいけばいいのか、そうそうそう、それ聞きたいよ俺、だってその音作ったらさ、うん、もうお店でも流してくれるわけでしょ、 OK、 じゃあね、いけます、来週それかまた一応募集するタイトル、うん、ただ今、まあ、メッセージ来てないですよ、ね、来てないかな興味持ってる、みんな、うちらに対して、一応に見てくれてはいますよ、みんなね、うん、見てるけど、はい、コメントが来てない、よろしくお願いします、皆さんね、なんかじゃあ聞いたわけだ、聞いてるよという今、うん、聞いてますよっていう、じゃあ、うん、メッセージ、あ、はい、ね、これ来なかったら寂しいよ、安否確認ね、うん、安否確認を皆さん、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、もうそれを踏まえて、うん、曲のタイトル、はい、ね、お待ちしております、もうちょっとリセットしてね、はい、4月から、じゃあとりあえずね、はいはいはい、その先週、先々週かウルトラコピーフェスって、ね、うんうん、2週間前か、はい、そうですね、まだ2週間しか経ってないんだな、うん、まあタカもねお話ししたと思いますけどね、はい、僕が思ったのはね、あれですよ、全てのねその出演バンドは、うん、まあ、ビーズ、ミスチル、まあ、サザン、安室奈美恵、ルナシー、うん、ね、現役なんですよね、はい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 、そんな中でチャゲアスだけがね、うん、今活動できていない、まあ確かにね、ソロではここではね、はいはいはい、チャゲとアスカそれぞれで活動はしてますけども、うん、今年還暦、はい、互いに還暦迎えて、うん、今年かなとやるならと、うん、期待はしてますけども、うん、でもなんかその様子もないと、まあ確かにね、うん、ちょっと2人でやるのは、ま、見えないね、まだね、なんか時間かかりそうだなという、はい、うん、ことでね、うん、我々ファンとしてはね、うん、やっぱりでも見てみたい、うん、でも今そういうのできない状態なので、うん、活動してないわけですよ、このオリジナルがね、はい、本家がね、うん、他のバンドはバリバリ、うん、未だに、はい、もうドームでやってますね、やってるわけですよ、うん、そんな中だからどうなんだろうなと、聞く側、そのお客さん側としてはね、どうなんだろうなと思いましたけどもね、うん、すごいなんか温かい、うん、なんか他のバンドにはないような声援がね、はいはいはい、来てたんじゃないかなと、うんうん、なんか懐かしい感じでね、うん、それでいてやっぱりチャゲアスの楽曲ってのは非常にいいなと、はいはい、まあ、イントロ流れた瞬間からみんながもうなんか熱くなるようなね、うん、なんか終わった後さ、うん、なんかこうライブをね見てくれた人が、うん、なんかこう泣けてくるっていうんですよ、うん、このやっぱこのなんかこのチャギアスのこう歌が流れてくるとやっぱ泣けてくるっていうのもあるから、うん、やっぱな自分たちもね本当はライブ見に行ったりとかしたいんだけど、うん、見に行けないさね、実際やってないから、うん、まあ、そういったやっぱ熱い思いっていうかそういうのもあるよね絶対ね、うんうん、それでね、まあ、5曲歌いましたけどもね、はい、なんかとにかく予想以上にね、僕らが本当に予想にしてる以上にね、うん、乗ってくれて、はい、でね、反応としてはね、うん、あれなんですよ、モノマネをしていないからいいという反応が、ね、ありました、ありました、あ、嬉しい、それこれはね、はい、確かにね、うん、他のバンドは別に悪いわけじゃないけども、うん、カンコピに近い、うん、ね、うん、もうすごいよね、でも似てるクオリティ高さ、本当に似てます、本当にすごい、ただからそうじゃないっていう良さも我々にはあったんだなという、我々は逆に似てなくて、うん、なんかちょっと不安、はい、
ね、本番前だからさ、うん、ちょっと寄せた方がいいのかなとか、そうそうそう、そういう思ったもんね。まあだからなんだろうね、一応チャゲヤス好きという感じの体で歌いはしましたけども、うん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 、似てはいないわけですよ、ね、はいはいはい、うん、だからその辺の心配ありましたけど、うん、逆にそれがいいという、うん、似なさすぎているわけでもない、はい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 、でも似ているわけでもない、はいはい、このちょうどいいライン、嬉しいな、うん、そう言ってくれると聞きやすいということです。嬉しい嬉しい、これはねきっと、はいはいはい、あのそれがいいというね、うん、反応があったので、うん、これを聞いたからにはね、うん、自信を持って、はいはい、あの今の感じで、うん、感じでね、いいんじゃないかなと、はいはい、お互いね、うん、そのアスカのパートを、はい、まあ、分けて歌ったっていう形でね、もうチャゲ&アスカって完全に分かれるんじゃなくてね、 その形で全然いいってことでしょ。もうまあね、だからただやっぱチャゲのキーが本当高い、うん、高いね、アスカも高いしチャゲも高い、うん、改めて、はいはい、なんだカラオケで歌ってるのとまた違うんだよね、うん、違うね、カラオケで歌ってる時となんであんなになんか、はい、まあカラオケやっぱちょっとこ、まあ、個室だし、うん、あの音もね、うん、エコーもすごいし、そんなに声大きく張らないでも声出てる感じになるし、するするする。ただやっぱりこのバンドでやると、うん、バンドの音もでかいし、はい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 、なんだろう、負けないように、だからどれぐらいお客さんに聞こえてるだろうかっていう気になるんだよね、うんうんうん、なるなる、うん、でそしてよくよく言うその後々ね、うん、全部聞いてみると、うんうん、なんだろう、タカの声がちょっとしゃがれてたりとか、あ、はい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 、あのモニターその返しの、うんうん、自分らで聞いてる音とは、ま、声とはなんか違う。俺だからさ、あの一人だけの最後さ、リーザーキー、最後さ、ね、自分でも出したことないぐらいのタカすごいもうガラガラ声だよ。ガラガラじゃん。なんだこいつと思った。だから頑張ったんだろうなって自分でも。あ、自分でも分からなかった。自分でも分からなかったぐらいだから。あ、だから俺も聞いて、うん、めっちゃガラガラしてるなと思ったんで。ねえ、だからその辺がね。うんうんうん、あ、だからやっぱり聴いてるのとまたカラオケで歌うのとやっぱ違うなと、うん、違います、もちろん思いました。でもそれも踏まえて今回ウルトラコピーフェスで経験できたっていうのは、ね、うん、非常に勉強になった。あ、そうですね、確かにね、うん、バンド経験がまず我々はね、はい、あまりにも足りないので、確かにない、そういう意味ではなんか今度の5月の27日ですよ、うん、はい、はい、もう宣伝していきますけどもね、これから5月の27日に、うん、まあ、今回ワンマンライブでね、はい、T&A の、はい、ワンマンライブを三浜のモッズで、うん、はい、茶壇の三浜モッズでね、はい、やります。5年ぶりにねワンマンライブ、5年前ももう立ち見が出るほどの、大盛況だったんですけども、うん、そこでねまたフルバンドウルトラコピーフェスでやってくれたメンバー、うん、そのまま、うん、一緒にやってくれる、これは非常に助かりますね、はい、そうですね、はい、さらに、うん、もう今日発表しましたけども、うん、福岡からですね、うん、チャゲのいとこ、はい、はい、これね、柴田、これはね、柴田義之なの、あ、違うかな、柴田さんですね、はい、義之さんじゃないですか、違いますか、後で確認しましょう、ね、わお、はい、もうチャゲのいとこすごいっすよ、前々から知ってはいたんですけどね、はい、知り合いではあったんですけども、うん、その方が出てくれる、なんかさ、うん、声も似てて多分びっくりするよね、うん、おそらくね、本当に声も似てるし顔もね、うん、はい、似てるんだよね、似てる似てる、そう、嬉しいよこれ絶対、もうチャゲの、はい、チャゲがメインボーカルの部分はもちろんなんですけど、はい、コーラス、うわ、我々がきつくて出ないようなところを歌ってくれる、キーをきっと出してくれるんじゃないかなと、はい、うわ、これ贅沢だね、うん、ね、ないんじゃない、だってこういういとこが出るようなさ、そうそうそう、だからね、コピーバンドって本物のね、いとこが出て、うん、素晴らしいですよこれ。やっぱりその柴田さんも、うん、我々のそのウルトラコピーフェスの動画をね、うん、はいはいはい、Facebook にアップした動画を見てくれたようで、うんうんうん、俺も出たいと、嬉しい、ありがとうございます。福岡から飛行機で来てくれますのでね、本当にありがたい、はい、楽しみです。なのでね、うん、ますますパワーアップした T&A、はい、今回ねもう楽曲選曲全部しましたけどもね、うん、しましたね、もうバンドにね、バンドの練習時間もありますので、はいはいはい、早々と曲を決めて、うん、選びましたけども、うん、もうベスト版ですね、ベスト版だね、はい、あれはもうみんなが口ずさめる、きっとチャゲアスでこれやったら、うん、もうみんなも盛り上がること間違いないね、キャー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 して、ね、これも歌うの、え、これもみたいなっていうぐらい、もうすごい勢ぞろいです、もう
キーもねオリジナルキーでいきますしね、はいはいはい、頑張りますよ我々もね、うん、体力つけないといけないですよ、はいはいはいねうん、あのとにかく気合いとにかくねいっぱい食べよう、うん、いっぱい食べたら体力つけよう太る太る太るいやあの手拍子あのウルトラコンピューズ の、 、うん、あの手拍子してる様子、うんうん、パッツンパッツンだよ何あれと思ったよ俺ちょっとブラックマヨネーズの小杉みたいだったねすごい肩幅広い、うんうん、俺さ鏡で見てる自分あんな感じじゃないわけよでも動画見たらめっちゃ太ってたねそうあの、はい、後で手拍子しすぎでさ、ね、あそう手持ちぶさったですからきっともうみんな盛り上げようと思って全部に手拍子ね今度手拍子禁止であわおね、はい、まあいろいろね、うん、反省することもありますけども、はいはいそうですね、とにかく声が出るように我々もね、うんうん、頑張っていきたいなと思ってますので、はい、ぜひ5月の27日はい詳細お願いしますこれ、ね2018年5月27日日曜日です、うん16時開場、うん、17時開演早いね、うん、5時だから、まあ、日曜日だから早い時間でも大丈夫なのかなというところで、うん、でライブハウスモッツですねシャタンにあります、料金前売りが2500円、うん、当日が2800円となっております、はい、でこれチケットの方はこれどういうこれはねあの SNS で、うんまあ、我々とつながってる方はメッセンジャーとかね、はい、そのコメント欄にでも、うん、行きたいあのチケットくださいっていう予約もできますし、はいはい、ライブハウスモッズの方でも、うん予約できますので、で予約して当日ね、うん、これ受け取るときに前売り価格で入れるってことですよね。そう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 、うん、そうなってますからね。これ予約番号あります？電話番号？モッズの方のモッズの電話番号が098-936-5708、098-936-5708となっております。はい、皆さんこれねもしかしたら早々とね。うん予約いっぱいになる可能性もありますので、そうですよね、もうすでにねあの行きますっていう予約、うん、楽しみにしてますっていう人ね、はいはい、来てるんですよ、はい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 、なので、うん、アイロー&タカだと思わないでくださいね、うん、まあ目つぶってくれてもいいし、ね、うん、舐めないでください、ね、本当にチャゲ&アスカのカバーですからはい、はい、頑張ります。これでねなんか僕はね、うん、ここで終わるんじゃなくて、うん、やっぱり夏祭りとかでね、うんうん、あのイベント会場とかで、はいはいはい、このままあバンド形式でなんかできたらいいなと思ってちょっとねいろいろマスコミとかもね、俺さ思うけど見たことないよ、うん、チャギアスのでしょ、やりたいバンドがこう、うん、祭りとかで歌うっていいでしょ、うん、楽しそう、絶対楽しいと思う、絶対楽しい、絶対盛り上がると思う、うん、絶対盛り上がる俺、そう、うん、だから俺はこれを機会にちょっと いろんなね、はい、その業界関係も招待してですよ、おお見てもらって次につながるようによし、うん、したいなと。じゃあ俺もタゲとして頑張るよ、もうタゲね、タゲタゲ、うん、俺アスカとして、いやなんでよアイローだろはい、ぜひよろしくお願いしますね。じゃあ、曲さっきねちょっとかけられなかったので、ケイタのケイタの東京という曲、はい、もう一度じゃあおかけしましょう。今日の空の下で君を思いながら歩いて、君と僕を
包んでた優しい風はなくて、出会った時のことは今でも覚えているよ。君はまるで子供みたいで、そして僕を子供にしたんだ。夢のような夢ではなかったような、でもまだ胸の中が確かに温かい。
種類の多さと値段の安さと品質の予算に自信があります。マナンバ交差点よりみや方面右手、お肉の専門店松藤、松藤。アイロアンドタカの強気でアタック、フォローよろしく。はい、アイロー&タカの強気でアタック、フォローよろしく。お届けしておりますよ。はい、メッセージ来てますよ、アイロさん、はい、サボから来てますね、うん、T&A の番組忘れてたと、うん、笑い。もうエンディングですよこれ。、はい、ツーショット久々だねと来てますね。はい、ですね。まあ来週はね、うん、まあ、いよいよ曲をね、はい、まあニンニク3枚はもうとりあえずあれですか、もう今回はなんかやっぱりね、うん、書きたくなるような、はい。まあ、また募集しましょう、ね、もう一回ね、はいはいはい、曲、はい、来るかな、もう分かんないけど。それも心配になってきたけどね。はい、まあでもね、皆さん今日も聴いていただいて見ていただいて、はい、ありがとうございました。はい、来週もねそのまま生放送で、うん、2人でねお届けしていきたいなと思ってますので、うん、よろしくお願いします、はい、この番組は、お肉の専門店松藤の提供でお届けしました、はい、それでは皆さんまた来週、バイバーイ。バイバーイ。大丈夫ちゃんと言えてる、いつだって